はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。対話拒否チャンネルへようこそ。本日なんですが、先行急妨害を敷いて相手を絶望の淵に叩き落としていきたいと思います。どういう気かっていうと、以前ね、恐竜デッキご紹介させていただいたと思うんですけども、フルードバロネスっていうモンスターが新パックこの、ビヨンドザスピードで実装されまして、フルードバロネスが来たことによって恐竜さんめっちゃ強くなりました。はい、そちらをねご紹介していきたいと思います。バロネスってレベル10のシンクロモンスターなんですけど、ハリファイバーをね絡めると結構いろんなデッキが出るじゃないですか。でハリファイバーから出してくるチューナーモンスターをデザートローカストっていうやつにするんですよ。こいつを使うと、バロネスが相手ターンで出しながらハンネスもできるんですよね。こいつは効果が、このカードがシンクロ召喚に成功した場合にターンプレイヤーは自身の、手札を1枚選んで捨てると。だからハリファイバーから出してくると相手ターンでハンネスができるってことですね。で、相手メインフェーズにシンクロ召喚をするっていうアクセルシンクロを持ってるんで、デザートローカストと基本的にはこのジャイアントレックスっていう、まあ恐竜族は何でもいいんだけど、恐竜族のレベル4のモンスターと、レベル6のシンクロチューナーで、レベル10のシンクロをしてバロネスを出してドヤ顔していくっていう、まあ、このギミックを足した恐竜デッキです。で、恐竜デッキって、まあそもそもどういうデッキかっていうと、なんか死ぬほど先行制圧できるデッキなんですよ。以前ご紹介した構築でも、先行、あれ先行8妨害ぐらいだったかな確か。今回はこのローカストのハンデスが入ってるんで、先行9妨害が、確定します。手札6枚あるのに、手札6枚、てか6枚しかないのに、先行9妨害って超えられるわけなくねっていうことなんですよ。はい。これがね、現代遊戯王の良くないところ。先行渡すと、なんか手札の枚数を超えた妨害数を用意できてしまうっていうことですね。で、まあ、展開を見ていただければ分かるんですけれども、最終的な盤面は、アポロウーサー、4世代アポロウーサー、それからまあドルカまたはラギア、それから、バロネス、それから、オーバーテックスゴアトルスっていう感じの盤面になってまして、魔法トラップカードを、2回ほど無効にできる、まあ、何でも無効が1回と魔法トラップカードが無効が1回と、それからまあハンネスが1回と、それから、モンスター効果が、まあ、4回無効、それからモンスター効果を2回無効または、魔法トラップカード1回無効または召喚特殊召喚を無効どっちかが、あるっていう感じですね。もうね、もうとにかくね対話拒否なんですよ。先行制圧ここに極まるみたいな感じ。まあ、やってることは、アルティメットデクレアラーのことあんま変わんないです。で、コンボパーツなんですけども、基本的にはね、1枚初動はなくて、恐竜って。2枚なんですよね。まず、卵。ベビキャラサウルスか、プチラノドン、どっちかと、このアルゴザウルスを出せるカード。まあ、ミセラサウルスとかアルゴサウルスでもいいけど、アルゴサウルス、ミセラサウルス、どっちかか、オビラプター。まあ、この辺の恐竜族は全部、化石調査っていうカードでサーチできるんで、だからまあどれかなんか意外と引けてるから結構決まります。体感なんか先行取ったらまあ 70% ぐらいの確率で6、7割くらいで決まるかなっていう感じですね。で、決まんなくても妥協展開で結構妨害は用意できるんで、急妨害まではいかなくても意外と強いっていうね、まあそういう感じのデッキになっております。まあちょっと展開をね、ああだこうだ言ってもしゃあないんで見ていただきましょう。はい、マジで吐き気を催すほどの邪悪盤面が、展開されますんで、ぜひご視聴はご注意ください。デュエル3倍。さあ、遊戯王がクソゲーっていうことをね、お見舞いして差し上げますよ。これが遊戯王というゲームだということをね。さあ、まずは玉食いオブラプターを召喚、効果発動。裏投げてもいいぞ。お、なんもねえな。裏を投げてもな、このなんかミセラサウルスが手形に来てるときはもう無敵、マジで無敵状態、誰にも負けない。今からね、先行無限保有あるから10妨害だわ。10妨害を構えていくわ。先行10妨害、幻想のミセラサウルスの効果を発動。このカードをゲームから除外し、レベル1の恐竜族モンスター1体を特殊召喚する。これにより、アルゴザウルスが特殊召喚された場合、効果発動。手形かフィールド上の恐竜族モンスターを叩き割り、卵を叩き割ると究極進化を手札に加えることができる。そして、卵が叩き割れた場合、卵から孵化したモンスターをデッキから特殊召喚することができる。これによって、また卵で卵をリクルート。そして卵食いオビラプターの効果発動。卵食いね、これ卵食いって、これ卵食いって意味だから。そして卵食いオビラプターの効果によりベビゲラサウルスを墓地より特殊召喚。そして卵が叩き割れた場合、また効果を発動。
スクラップラプターを特殊召喚。そしてスクラップラプターの効果発動。このカードはフィールド上のカードを1枚を叩き割り、叩き割ったことによって、1回なんかスクラップの召喚権が増えるという最強の効果を持っている。これでベビキャラ卵割って卵割ってくる。はい、で卵持ってきて、でまずはレベル1のアルゴザウルス一体でリンク召喚現れよう。リンクリボー、全然恐竜じゃなくてすいません。そして、スクラップラプターとリンクリボー2体のモンスターでリンク召喚スクラップアイワン。あ、ちなみに今回のデュエル多分マジで相手のサレンダー率えぐいと思いますけど、よろしくお願いします。スクラップアイワンの効果発動。スクラップアイワンの効果により墓地で存在するスクラップラプターを蘇生してそのまんま攻撃と叩き割る。そしてフィールド上に存在するスクラップが破壊された場合、スクラップラプターの効果とスクラップワイバーンの効果がチェーンをし発動。スクラップワイバーンの効果により、あ、ちなみにこれ分かり手であれば、あ、もうこれ終わったなと思ってサレンダーしてるんですよ相手。多分なんかちょっと恐竜デッキ当たるの初めての方なのかな、しょうがないんですけど、これね回答札でほとんど、まあでも一滴とか冥王結界派とかあれば結構返せるっちゃ返せますけど、まあ、その辺のカードなければね、もう世界終わるんですよ俺。ジャイアントレックスを特殊召喚していく。はい、うい、これどこでもいいや。そしてまずは2体のモンスターでエクシーズ召喚。これでエボルカイザードルカとかいう全然恐竜関係ないドラゴン族モンスターを特殊召喚していく。このモンスターはモンスターの効果を無効にするという効果を、ターン制限なく2回発動することができる。これによってお前はもうニビルを投げることもできなければ、ハルから増殖するなどを投げることもできない。そしてスクラップラプターをスクラップキマイラの効果で特殊召喚。そしてチューナーを含むモンスターに対してリンク召喚現れろ。クリストロンハリファイブ。ここでクリストロンハリファイブ出てくるの神ゲーだな。そしてクリストロンハリファイバーがリンク召喚に成功した場合の効果発動。クリストロンハリファイバーはリンク召喚に成功した場合、デッキからレベル最下のチューナーモンスター相対を特殊召喚することができる。これによりジェットシンクロンを特殊召喚。そしてジェットシンクロンをリリースし墓地よりリンクリボーを特殊召喚クリクリ。そしてこれはもうあれだな、墓穴全然いらなさそうな気がするけど、まあちょっと一応もう墓穴いらねえかこれ。ミセラサウルスの方がいいな。ミセラサウルスを残しておこう。これによってジェットシンクロンを特殊召喚。そして俺は4体のモンスターでリンク召喚全然恐竜関係ないんですけど許してください。この辺は4体のモンスターリンクマーカーにセット。サーキットコンバインパンツ見えた、絶対今パンツ見えた。そして究極進化薬の効果発動。このマジックカードの効果により恐竜族と恐竜族以外のモンスターをゲームから除外し、デッキよりレベル5以上の6以上だっけ恐竜族モンスター相対を特殊召喚できる。現れろオーバーテックスゴアトウルス。こいつは魔法カードを1回止めることができる。そしてジャイアントレックスの効果で除外ゾーンから蘇ってくるぜ。これによってドルカで2回モンスター効果無効、アポロウーサでモンスター効果4回無効、そしてオーバーテックスゴアトウルスで魔法トラップを1回無効、そして無限包容でモンスター効果を1回無効、そして、ハリファイバーから出てくるローカストドーチャラみたいなシンクロモンスターでハンデスを1回、そしてローカストとジャイアントレックスでシンクロ召喚して出てくるバロネスとかいうぶっ壊れモンスターで何でも効果を無効1回。これによって先行重妨害が実現したのである。さあなんかできるもんならしてみやがれモンスター効果全部で4、5、6、7回無効ですね、はい、モンスター効果7回無効、ハンデス1回、何でも無効2回、あ1回で魔法トラップカード1回無効、はい勝ちです。遊戯王はな先行取った方の勝ちなんだよこれが遊戯王がクソゲーと言われてるゆえんだよ。いいか言っとくぞ言っとくぞ、名言があんだよ。遊戯王はな時間がかかるだけのじゃんけんだってな、金がかかるじゃんけんだってな、俺もそう思うぜ。ハッピーのハレボーキー、あ、まあそれぐらいは許してやるかまあハッピーのハレボーキーは許してやるか。そしてクリストロンハリファイバーの効果を発動。クリストロンハリファイバーは自分を除外することによりエクストラデッキより、シンクロチューナーモンスター1体を特殊召喚できる。これによりデザートローカストの効果でお前はハンドボール1枚自分で選んで墓地のクリーナー、そしてデザートローカストの効果を発動、相手のターンにシンクロ召喚をすることができる。俺はレベル4のジャイアントレックスにデザートローカストをチューニング。
新規の召喚。あ、これ守備表示出してるのは一応ライトニングストーンもケアしてます。さあ現れろフレッドバイロネス最強すぎ、最強すぎ。はっきり言っていいか、これ返せねえだろ絶対、これ絶対返せねえだろ。これハンデしろ早く。ディアボリックガイ、なるほど、なかなかやるじゃねえか。ディアボリックガイの効果はちなみにどれかで無効にさせてもらうけどなヒーローか。ちなみに魔法カードの融合やなどの効果は全てオーバーテックス、ゴアトロス、バロネスで無効にさせてもらう。そしてお前のエアーマンやファリスの効果は全てドルカとアポルウサとかいうパンチなモンスターで無効にさせてもらうぜ。残念だったな、これが遊戯王だよ先行重妨害、これが遊戯王、これが遊戯王マスターデュエル、マスターデュエルってのはこういうゲームなんだ。ふはこれが This is Yu-Gi-Oh! 対話拒否すぎるわこのデッキ、マジでデュエルする気ねえもんアルデクとやってること変わんねえだろこれ。やべえちょっと事故った、やば、卵ねえ、卵ねえとめっちゃ弱いんだよなこのデッキ、卵ねえとマジ弱いんだよな。うわ手札いいはず、相手なさそうなのにな。ミセラサウルスの効果発動でミセラを除外すると恐竜族を出してくるっていう最強効果あるんですけど、なんかあります？あ、なんかなんもないですね。まあ、とりあえずアルゴザウルスだけ出しましょう。アレゴ出して卵ねえとね基本弱いんだよね。でまあ一回ダイナレスラーパンクラトプスを爆破して究極進化薬持ってくる。え、これどうすればいいのこれ、これガチで何もできなくねスクラップ、スクラップワイバーン一応出せるか。スクラップワイバーン出して、これこんなルートやったことないな。スクラップワイバーン出してスクラップワイバーンからの展開をすればいいのか。あのスクラップワイバーン出したらなんとかあるか。スクラップワイバーン出して破壊するカードがないといけないから、まあ、とりあえずスクラップワイバーンだけ出すじゃないですか。でスクラップクバイナとリンクリボーでスクラップワイバーンで、ワイバーンの効果で叩き割って持ってこないといけないから一回セットな、これこれ破壊しよう、もう抹殺いらねえ。でスクラップワイバーン効果キマイラ特殊召喚しながらキマイラ割るで、キマイラ割っておっと切断か来たかこれ覇王色の覇気来た、覇王色の覇気来た、あ違った、スクラップワイバーン効果、デッキからスクラップラプターを特殊召喚しながら、フィールド上のカードを叩き割らないといけない。ちょっとこれはあるしかないですねチューナーがいないとちょっとハリーファイバー繋がんねえし、こうするでせざるを得ない。そしてスクラップキマイラ破壊してるのも結構やばい。いやもうこれハリーファイバー行くしかないだろ、ハリーファイバー出していく。はい、こっから展開伸びんのか。でハリーファイバー効果ファーストデッキからチューナーモンスター一体を特殊召喚できる。これ一応ハリアドのギミックとかをねなんか刺せば一応なんかあのハリアドのギミックもうワンチャン事故った時にできるのかもしれないけど、まあ、あんまりチューナーモンスターと非チューナーが並ぶのそんなにいいんだよな。で、はい、でですねこれはねアルコン出しましょう、アルコン出しましょう。で、除外するのはアレゴザウルスもどうでもいいからこうして出しましょう、アルコン出して、で究極進化薬であいつも出しましょう。オーバーテックスも。これで一応耐えてんじゃない。で、オーバーテックスで魔法を無効にしながら、リンクリボを叩き割って、なんだっけ、アルカンの効果使えば、一応妨害は2回くらい。しかもハンデスもあるでしょ。ハンデスもあるから、いや、妨害するときには結構用意できてる。意外と。いや、結構卵ないとね、こんな感じなんだよね。マジで卵ゲー、まあ、卵一応化石調査含めて9万入ってるから意外と引けんだけど、引けない時もあるというね話ですよ。はい、気合で分回しました。これで耐えましょう。振り出しなんやそのカード手札を1枚捨ててフィールド上のモンスター1体を選択して持ち主のデッキの一番上に戻せ。なバカな、なんて強いカードなんだこれ。ほんまに振り出しに戻ってしまうかもしれない。オーバーテックスゴアトルスの効果を発動、フィールド上のマジックトラップカードの効果を無効にさせてもらうぜ。もちろん叩き割るのはオーバーテックスゴアトルス自身。
このカードが墓地へ送られた場合、効果を発動してもらう。オーバーテックスゴアトルスの効果、オーバーテックスゴアトルスの効果によって究極進化薬を手札に加えながら、もうでも究極進化薬で出すもんさいないんじゃね上級の恐竜族全部いったんだけど、デザートローカスト特殊召喚。そしてデザートローカストは特殊召喚に成功した場合、相手の手札を一枚墓地に送るという非常に素晴らしい効果を持っている。ちなみにこれでアドバンテージを稼がれて、なんなら返されるっていうこともたまにあるぜこれ相手が選ぶんですよ、あの判ですね。はい、なんでちょっとね、あのアドバンテージを稼がれて逆に返されるっていう可能性はありますけどね。白き霊竜、何ブルーアイズか、まあ、結構あのバロネスがあの新パックでね登場したから、まあ、ブルーアイズ使いも結構増えてるんじゃないかな今。どうなんだろう、まあ、あのブルーアイズっていうデッキはあのとりあえずバロネスを出すことができるんで結構簡単に。復活の福音強、復活の福音は強で、墓地のドラゴン族レベル7、8のどっちかを特殊召喚するが、魔法トラップないから今白きレイルはあんま関係がない、あんまり関係がない。で白きレイル出てくる、オーケー、手札2枚、オッケー、裏側にすればいける、あとはもう全く問題はねえ。あ、図が高えんだよ恐竜さんの前で、恐竜さんの前で図が高えんだよ、てめえら寝ろ寝ろよしよしよし、手札ブルーアイズじゃねえな、あれチェーンがねえから、白き霊竜のチェーンがあるはずなんで、まあ、チェーンがねえってことは多分ブルーアイズではねえな。ってことはまあ有効札である可能性はあるのか、一応よーしそして太古の白石の効果で、なんか出てくるやつだな、なんか振り出しで太古の白石切るムーブ意外と強えな。さあ太古の白石の効果で、さあブルーアイズ系のモンスターが出てくるのかな、これ何やってくるんだろうこれ。あ、シンプルブルーアイズね、オッケー。ブルーアイズなんていうモンスターでこの恐竜さんをね叩き潰せると思ったら大間違いなわけですよ。化石調査来た、お前押せんだよ化石調査くんの。化石調査効果と化石調査の効果によって恐竜族モンスター、これはオビラプターで卵持ってきて叩き割ればいいのかな。一応アルコン表側いるから、オビラプター召喚で召喚効果発動、オブラプター召喚に成功した場合恐竜族を墓地に送るか、手札に加えるとかいう最強効果を持っている。これでミセラ持ってきて、でミセラ捨てて、はい、ほいでミセラ効果発動で卵だな、ミセラ効果発動卵で、もちろん除外するのは2枚でよくて、はい、でオーバーテックスゴアトルス君、ちょ活躍してくれた、お前はよくやった、お前はありがとう。そして卵を叩き割っていけばいいから、これはどっちでもいいが、ビビケラサウルスを特殊召喚していく、はい。でジェットシンカーどうでもいいわ、アルコン効果、こいつで激起こして卵叩き割ると卵効果が発動して、デッキから最強モンスターである、これ8進化できるの、こうだな、はい。で墓地でこれ何、ああジェットシンクロンいるのね、ジェットシンクロンいる、挑戦するか、ジェットもう究極進化薬マジで使わないか、これもう出せるモンスターがいねえ俺の敵に。でジェットシンクロン特殊でレベル4のオビラプターに、あバロネス君も出せるのか、さすがにサベイジ、レベル4のオビラプターにレベル4のスクラップラプターをチューニング、シンクロ召喚バレルロード、サベイジドラゴン、サベージドラゴンの効果と、シンクロ召喚に成功した場合墓地のリンクモンスター1体を装備し、そのモンスターのリンクマーカーの数かける、1個のカウンターを、自身に置き、そして打点がアップする、これ打点に変えた方がいいか、この2体これ足りたか、これ1000、1000、1000、5000、あと、5000、1000、1000、5000、5000だから、あ足りてない、攻撃表示バトルフェイズ、アルティメットコンダクターティラノは守備表示モンスターを攻撃するダメージ系ステップ開始時、そのモンスターを破壊し1000ポイントのバーンダメージを与えることができる、そしてこのモンスターは全てのモンスターに攻撃することができる、くたばれドラゴン族どもが、恐竜さんの前にヒレクスがいい最強でした卵なかったけど気合で勝ちました、対戦ありがとうございました。高校取った瞬間このデッキすげえ弱くなるんだよねなんか妨害貫通できるほどの展開力そんなないから、
ちょっとですね、金満で金キャラでも OK、 誘発があればね、それまた増殖する理由とか占とかがあればまだいいんですけど、なんかほんとつくづく遊戯王ってどうしてこうなってしまったんだろうなっていうほどの先行芸ですね。まあ一応もう遊戯王ってそもそもマッチ戦をさ意識してもデザインされちゃってると思うんで、もうもはやこんだけ先行強いから、なんかあれだよね、ちょっとなんかあの先行の勝率高すぎ問題発生しない、このゲームやばいと思うんだけど、俺なんか統計取ってみたら分かると思うんだよね、今どんだけ先行が強いかっていう、ありえんほど先行強いと思うんだよな。まあ高校に特化したレッキだったらまた別だけだと思うけどさ、はい、バルハラ、なるほど、想像の大久保ちゃんにやば、金の玉を製造する女じゃん、やっべ、なんか鬼ほどソリティ始まりそう、これやばいやばい、何こいつ、ロードパーシアス、なんだっけこれ、フェグナを捨てるとデッキから天空の聖域を存在する場合、手段に変わるカード、転移速モンスター1体にすることができる、クリスティオ、え、終わったー終わった終わったー、はい終わりでーす、はいゲーム終了でーす、はい何も特徴ができませんマジで今回の動画ひどいぞ、神罰やばすぎる、これさ先行制圧してるかされてるかだけでさ、いいデュエル1個もなかったと思うんだけど、やっぱ遊戯王って神ゲーだな。